すごい時代のね、大きな大きなほら転換期でしょ。多分ものすごい、まあ動きがね、これから出てきますよ。日本だけじゃなくて世界で、うん、僕らにとっては生きやすい時代になるんじゃないかな。その魂の本質だとか言霊の力だとか、大切なもの、一番の幸せって何か気づいてない人には、気づけない人、気づこうとしない人には多分すごく苦しい時代になると思うけど、うん、そこに気づいてる人にとってはものすごく幸せな時代が、はい、やってきたと、はい、いう、そういう時代になります、はい、名越の払いぐらいまで、はいね、それまでちょっといろいろね、最後のあがきじゃないけど、まあ、楽しい方向を見て、はい、幸せで中居間なんで、今は幸せであり続けるということ、それを選択し続けて、はい、楽しんでいきましょう毎日、はい、ね。ああ、だから全部ね、ディスクロージャーでね、全部もうみんな開示されるから、そしたらもうマックなんか絶対食べなくなるだろうし、テレビも見なくなるでしょ。自然農法だとかそういうのがやっぱりね、いかに大切かっていうことにもたくさん気づくと思うし、はい、ただ僕らはその自然農法で農業をやって、それでお金を稼ごうっていうコンセプトじゃないんで、一応そうじゃなくて、僕らは自分たちで食べるものを自分たちで作れるようになると、なれるといいなって、そうで、たくさんできるから、それを余ったものを人にどんどん与えていく、はい、だったらそれが欲しいっていう人がいれば、まあ売ることも当然できるし、子ども食堂とかにそれをどんどん支援して、いい輪をね、はい、みんなで作っていきましょうっていう、はい、その中での、水素茶っていうのも、会員にならないと買えないっていうんじゃなくて、あれはあくまでおまけなんですよね。そうで、子ども食堂にその支援して、クラウドファンディングで支援して、みんなでほら応援して、じゃあ返礼として、まあ自然の方の野菜がね、その地区でみんなが作ったものがもらえる、で子どももご飯に困らなくなってくる、 でもどんどんみんなでプラスプラスプラスで循環して、その仕組みをね、もう作りましょうっていう、まあそういう提案なんで、そう子どもたちがね、本当に1ヶ月に1回ぐらいしか子ども食堂機能してないらしいんですよね。その後の子ども食堂にその水素発生装置を置いといて、その支援してくれた人、地元の人とかね、その水素茶どうぞいつでも持ってってくださいっていう、そういう仕組みなんで、もう水素茶をもらうために会員になるわけではないんです。おまけっていう感覚ですね。だからマイナス380でもう体内のがん細胞が死滅する、がんがもう生存できない環境になってくるってことは、当然他のアトピーだとか糖尿病だとか、まあ多分そういういろんなもんにも、まあ、期待できるのかな、おそらく、はい、だから本来の、自然治癒力が、まあ、めちゃくちゃ高められるわけで、もう自然の抗生物質ですよね、まあ、多分そんなイメージで僕は捉えてますけど、でも医学的なことは僕はちょっと、はい、ど素人なんで、ちょっと分かんないですけど、はい、の水素にそれぐらいのね、やっぱり効果があるっていう、宇宙の仕組み自体がものすごくシンプルじゃないですか。ただで手に入るもので本当は病気とかもね、治るのにね、それをね、わけのわかんない薬をたくさん作って、まあ高額で、はい、これ飲みなさいっていうのがね、あれでしょ結局。あ、パワーストーンね、パワーストーンいいと思いますよ。ただ自分に合う合わないがあるから、うん、だからオーリングテストとかして自分に合うパワーストーンをつけてると、そこからやっぱりシンクロするんで、自分の周波数とパワーストーンも意識があるんで、全部電子が意識持ってるって僕は思ってるんで、空気中の電子もだから全部記憶してるんですよ。だからパワーストーンとかは人が使ったものは使わない方がいいっていうのはそういう意味なんで、前の人の持ってる念が入ってたりするから、だから新しいのがいいんですよね。そうだから抗生物質なんかも僕も歯医者行った時飲んじゃうけど、まあ、抗生物質飲むよりソマチット飲んでた方がよっぽどいいわけですよ。抗生物質は腸内細菌全部殺しちゃうでしょ、みんな殺しちゃうってことでしょ、はい、ソマチットはだって一個たりとも殺さないから、だから多分年々そっちの方がいい。そう、実際僕はそれで痛いの大体寝る前に飲んでりゃ、もう次の日朝起きたら大体治ってますからね。